県警本部か。気が進まないな。何か行きたくない理由でもあるんですか？大した理由じゃないんだけどね。なんか苦手なんだ、本部の人たちって。ほら、一応本部勤めの人たちってエリートだからさ、見下してる感じがするんだよね、僕たちみたいな田舎の所轄のこと。そうなんですか？考えすぎなんじゃ。そういうもんなんだって。僕も稲橋来る前は割と大きなとこいたからよくわかるんだよね。大きなところ？足立さんが？あ、何その意外そうな顔。心外だな。僕結構優秀なんだよ。昔は優秀だったんですか？足立さんに一体何が？あ、昔はって言われちゃった。でも本当に意外です。足立さんって実はすごい人なんですね。別に大したことないよ。今はこんな田舎勤めだしね。そんなことないです。警察ってみんなを守る立派な仕事じゃないですか。そう見える？実際は地味な作業のが多くて退屈なもんだよ。刑事ドラマみたいな派手なドンパチとかそんなの全然ないしさ。じゃあ足立さんはどうして警官になったんですか？え？あー、どうしてだっけね。忘れちゃったよ、そんなこと。昔からの夢だったとか。正義の味方に憧れてみたいな。僕にそういうの似合うと思う？全然。すがすがしいまでの即答だね。でもまあ確かにそう、柄じゃないしね、正義とか。実際の理由はまあいろいろあるんだけどさ。ほら、僕大人だから。そういうのって子供相手に言うもんじゃないでしょ。そういうものですか？そういうもんなの。まあそのうち機会があったら教えてあげるよ。機会があったらね。そうですか、楽しみにしてます。期待されすぎても困っちゃうけどね。ん？あれ？止まっちゃいましたね。どうしたんだろう。ちょっと待っててね。あれ？これ、なんでだ？ダメだ、動かないや。故障ですかね。さあ、でも参っちゃったね。こんな中途半端な場所でさ、歩いて署に戻るには遠いし、タクシーでも呼ぼうか。え、戻るんですか？あ、そりゃ戻るでしょう。車動かなきゃどうしようもないし。大丈夫ですよ、駅まで歩けば電車で行けます。いやいや、そこまでしなくてもいいでしょう。車動かなくなったのは僕のせいじゃないんだし、ゆうくんもさ、ちょうどいい理由ができたんだし、行くのやめておけば。どうせ大した用事じゃなさそうだし。いえ、俺は行きます。一応約束ですか。真面目だね、そういうの疲れるよ。お土産も俺が届けておきますよ。隣町の警察署に行けばいいんですよね。え？あ、それはちょっとまずいかな。ゆうくんに押し付けたなんて言ったら僕が堂島さんに怒られちゃうよ。じゃあ一緒に行きましょう。あはははは、もうそういう流れ、しょうがないのかな。ん？ここはどうかしたの？ゆうくん、足立さん、ちょっと降りてもらえますか？え？いや、なになに、どうしたの？やっぱり。何が？見てください、ここ幼稚園バスの駐車場なんですよ。ああ、本当だ。こんなとこに車が止まってたらバスが出せなくて困るだろうな。そうかもね。でもしょうがないんじゃない、動かないんだし。いや、やるだけやってみましょう。手伝ってください、足立さん。何を？車を押して動かします。はあ、本気で言ってる？後ろに回って車を前に押しますよ。いやいや、ちょっと僕やるとは言ってないんだけど。よし、せーの。待ってよ。
重い。け、うごけ、あ、腕痛い。久しぶりに力入れたら釣った。釣っちゃったよ。気のせいです。いや、釣ってるってば。掛け声に合わせて一気に押しましょう。せーので行きますよ。容赦ないね、ゆうくん。せーの。やった、動いたよ。まだです、もう少し。もういいんじゃないかな。体力の限界なんだけど。もう一押しです。あと少し押せばバスが出せるはずです。まだやるの。これで最後。せーの。あー、もうしょうがないな。もしかして人にぶつかっちゃった。止まってたと思ったら何よこの車、急に動き出して。すいません、大丈夫ですか。大丈夫じゃないわよ。見てよ、ストッキング破れちゃったわ。新品だったのに。でも怪我はないみたいだね。よかった、全然大したことなくて。はあ、何よその言い方。車ぶつけたくせに。すみませんでした、本当に。こっちはメール打ちながら歩いてただけなのに急に車動かしたりしてさ、本当迷惑なんですけど。メール打ちながら歩いてたならそっちも悪いんじゃないの。はあ、こっちは被害者だっつーの。すみません、でも怪我がなくて本当に良かったです。もういいわ。ああ最悪。なんだ元気そうじゃん。かすった程度だよあれ。オーバーだな。すみません足立さん、俺が無茶したせいで迷惑かけて車もぶつけちゃったし。いやいや、どうせ僕の車じゃないし。でもま、変に張り切らない方が良かったよね。叱られちゃっただけだし。そうですね。